はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日使っていくデッキはこちら、シラヌイです。シラヌイなんですよこれね。あの前回の KC カップの時に強かったらしくて、第3位だっけ、2位か3位になられた、なんかネガティブワンさんっていう方が使っていたらしいんですよ、シラヌイデッキを。で、シラヌイデッキ、ちょっとそれを参考にさせていただいてね、その方が使っていたデッキを参考にさせていただいて使ってみたんですけど、なんかいけますね意外と。シラヌイなんか俺完璧にシラヌイが死んだと思ってて、マジで最近全くシラヌイ触ってなかったんですし、考えもしなかったんですけど、なんかね強いですね結構。で、今日はシラヌイデッキです。シラヌイって使ってない人も多いと思うんですよ、昔、で知らないに使ってたけど、まあ規制が入っちゃってなんかもうやめちゃったみたいな人って意外といるんじゃないかなと思ってて、デュエルリンクスね、やってた人で、まあ引退勢っていうか、でそういう方に向けてこの動画ちょっと届けばいいなと思って作ってます。強かったです、知らない、まだなんと知らない、まだ強いっていう。で、どういうギミックかっていうと、まあ、基本的にはね墓地シンクロですね、妖刀シラヌイの、墓地効果でシンクロしていくんですけども、まあ、こいつをね墓地に送らないといけないんですよ、とりあえずね。なので、まあ、ゴテキとか、デスサムライとかこの辺の、まあ、モンスターを、使って妖刀とかを落としていくと、まあ、もちろん影物でもねいいんですけど、で、影物とか妖刀とかが引いちゃった時にこいつらをコストにしたいんで、ボキュー部隊をガン積みしていると。で、あとの暴虐打は、まあ、お好みでっていう感じなんですけど、まあとりあえず汎用的に使えるのはデモンチェーンとかそこなし落とし穴ですよね。で、釣り天井、こいつが結構強くて、このトラップカードが、まあ、持ってない人はね別に入れなくてもいいかなと思うんですけども、このカード、フィールド上の4体以上のモンスターがいる場合は、表が表示のモンスター全部破壊するよっていう効果なんですけど、これアンデッドスカルデーモンがいると、これ自分のアンデッド族だけは効果で破壊されないんですよ。だから結構除外された影物の効果で妖刀戻ってきた時とかって結構自分のフィールド3体並んだりするんですよね、知らぬいって。だから結構4体以上には結構なるんですよ。だからそういう時に釣り天井を打つと相手だけバーンってぶっぱできるみたいな、まあ、サンダーボルトみたいなねことができるんで、実質結構強いと、まあ、ライトニングボルテックスかどっちかっていうと表側しか割れないから。なので、まあ、これちょっと2枚はやりすぎなんで、これ2枚じゃなくて、ね、これ1枚とかでもいいと思うんだけど、まあ、これ結構強いです、はい、これ2枚はちょっとやりすぎな感はある、ぶっちゃけね。で、防御だ、あのね結構ね動き遅いんですよこのデッキ。あのゴズキとかデスタムライで墓地を送るとか影物でリリースして妖刀出すとかっていう動きなんで、あんまり初手で展開することができないんですね。なんでじゃあどうするかっていうと、まあ防御だを入れて、まあ、防御していくっていうことですね。なのでクリボール3枚入ってるっていう、そんな感じです。クリボールやっぱ一番強いんで防御だとしてね。でね、最近注目されているカードの1枚が、これミッキリの極意っていうカード、これね、なんか最近なんか注目されてるらしいんですけど、相手の墓地のカードと同名のモンスターの効果、魔法トラップカードを相手が発動すると無効にして破壊するよっていう効果なんですよ。例えば、ガルドニックスとか AO のねとか、あと手札から墓地に送って発動するようなクリボールとかも止めれるんですよこれ。あとあの妖刀とかもね、あの妖刀シラニーとかも止められますよね。だから結構強いと、このカードがミキリの極意というわけで、このRカード結構今注目されてるんで、意外とあの刺さるデッキが多いっていう。あとハーピーとかね、ハーピーレディって墓地の、にいる場合もハーピーレディになってるんで、ハーピーレディスクラッチクラッシュとかの効果も止めれるんですよこれ。で結構強いんですよね、はい、刺さる範囲が広くなってきております、環境的に。でシンクロモンスターは戦神シラヌイがめちゃくちゃ強くて、でこのカードを基本的に使ってワンキルしていくみたいな感じですね。あの墓地のアンデッドを除外すると打点が上がるんで、まあ、それで、ワンキルを取っていくようなイメージですね。基本的には5000とか6000とかになりますんで。で、他のギミックとしては、6シンクロにコーラドラゴン入ってるんで、まあ、66並ぶことが結構あるんですよ。なので6000オニマルが出せるということで、オニマルが入ってるっていうのと、あとこれはあのガルドニックス系のあの炎王とかにも強いですしね、効果高いせませんので。で、リミットの関係上ね、こいつが入んないんですよ、この小村上知らぬ湯はリミット2なんですよこのさ今ね。なのでリミット2がもうパンパンでございますんで、ここでなのでこいつは入んない代わりに、まあ臨機応変にね戦っていくっていう、そんな感じのデッキになっております。はい、早速ねデュエルをご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。
さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デルさん、バイ。久しぶりにちょっと知らない使ってっからマジでプレミしたらほんまにごめんなさいって感じ。まあでもね、どっちかっていうと動きはね、あの比較的分かりやすくはなったかなとは思うけど、あの要は採用されるカードがめちゃくちゃ少なくなったんで、チャンネルの中でも、まあ、動きはシンプルになったかなっていう。チューナーを墓地に落として、で墓地から除外して進行していくっていう。あれですね、辛いのはですね、深淵の、に潜むものとか、あの墓地の効果を止めてくるあの精霊竜とか、あいつらはめちゃくちゃ辛いと思うわ、環境的にはね。まあブルーアイズまだまだいますんで、まあ、そこまで活躍できるかと言われるとあんまよくわからないっていう感じはしますね。手札からフィールド魔法、はいね、こうやって聖眼とかいますから。しかも霊道型結構、あセットか、なるほど、セットはそんなんじゃない。霊道はね、乙女と霊道があると、あの速攻ね、なんだっけ、精霊竜立ちますんで、とりあえずちょっと妖刀しないでもうリリースして、お前のバックを破壊させてもらう。フォーカス、危ねえ危ねえ、フォーカス浮いた、強い、スリデン、オッケー、弱えな。ハンド弱くね、ハンド弱ない。釣り天井、これ2枚やりすぎだな、これ多分。釣り天井ってアンデッドスカルデーモンとかいる前提で打つと強いんですけどね。あでも相手もそんなに強くない。ドロッ、あオッケーオッケーオッケー、デスサムライ来た、デスサムライ来た、デスサムライ、デスサムライで影物落としすればいいかな。これは影物落としてどうしようかな。ここでワンキルは取れないんだよな、2体壁いるから。で、釣り天井は表側のモンスターしか割れませんので、相手がセットされるとあの割れないんですよね。妖刀シラニーの効果使って、シンクロだけして蘇らして66して、コーラルしても無理だし、これハデスなんじゃね、これなんか、え待って、ハデス最強すぎない、これ冷静に考えたら。アンデッド族モンスターのが戦闘で破壊すると相手のモンスター無効化されるんですよね。だからこれ太鼓、これ太鼓さぶん殴っちゃったらさ、これさ太鼓の効果使えない説あるよ、これシンクロする必要ない説結構あるんだよ。66にする必要ないもんね多分ね、これね。コーラルは一応出せんだけど、これ多分ね、これ両方とも太鼓だった場合、これ多分これがめっちゃ強いと思う。あお前か、これこれね、これめっちゃ強いと思う、これ太鼓でしょ、来たで太鼓効果発動はできませんと刺さった。よみがえりし魔王ハデスめちゃくちゃ強い、この盤面で霊道効果いいだろう、なるほどな、まあいいだろそれは。最悪別に聖眼飛んでこようと、レール飛んでこようと、まあ、そんなに痛くはないですね。クリボールもありますし、言うてで釣り点もありますんで、まあ、変身したところで、あの聖眼に変身したところで、まあ、ぶっ殺せばいいだけなんで、はいはい、白きレールの効果発動して、でバック割ってく、バック除外していく、それはもうそんなに全然構わない。フィールド魔法効果発動して、はいはい、なるほど、で聖眼を落ち送って打点を上げていくと、なるほどでございますな。で太鼓の白石の効果はそれ無効になってますよね、それ無効になってるんで回収できないはず。あれ、あはいはいはい、強い、はい強い、はい強い、ハデス最強すぎる、なんて強いんだこのモンスター、こんな強いことあったかつて、蘇りしまうハデスが、まあ、ハデスってそもそも強いんですけどね結構、はい、バトルいいでしょう。なるほど、じゃあ釣り天井で、それは読んで釣り天してで全てのカードを破壊していく。これちなみにアンデッドスカルデーモンだった場合相手しか破壊されませんからね、最強でしょ。で白き霊竜どっかバーンとぶっ飛んでいく、でこれ多分聖眼なんですよ、手札聖眼なん でぶっ飛んでいくじゃないですか。で相手何が起きるか分かってないでしょ、相手これこの後に、この後に何が起きるかっていうと、2と6でシンクロして、4除外して5700になりますね、4700か。で、よみがえりし魔王ハデスを除外していく、これによってでバトルフェーズ入っていく、はい、ぬるいですね。いやこのデュエルハデスめっちゃ活躍した、これ採用だな。
さあお相手の方、エスパーアルファ、懐かしい、 LP 増強アルファ、なるほど、 L 増ね、 LP 増強アルファ、 LP 増強アルファはマジで読めませんのでちょっとわかりません。デッキなんでしょうか。あの結構ね、セットは、最近強いスキルが殺されてるんで、意外とマジで LP 増強アルファくらいしか選択肢ないみたいなデッキはね、が出てきてる可能性はあるよね。結構ね、出たセットセットセット、まあこれはまあそこそこかな、まあ、動き的には妖刀知らないわ本当は。すぐね、墓地に遅れた方が良かったんだけど、まあ影物いるんで、まあ、ドキュー部隊がやっぱ強いですよね、こういう時に能動的に墓地に送られる。うお、超重武者だ、珍しいね。懐かしいな、懐かしいわ。無課金構築で使えるデッキ少なくなってきましたね。結構あのほんと超重武者とかくらいしかないかな。まあ多分規制はされないし、そしておそらくで、まあそこそこ強いしみたいな感じで、まあ多分楽しむとしたら、まあ、超人武者は結構いいかもしれませんね。あのハーピーとかはもう次の KC とか次の大会があった時に規制される可能性があるんで、あのほら運営さんね、あの強いカードを出して速攻規制するっていう最近のあのうんこみたいな運営方針じゃないですか。だからボロクソ言ってるけど、だから結構規制される可能性あるんで、それがね、あとレベル上昇とかレベル加工がナーフされたおかげで超獣武者自体も若干弱くなってるっていう説はあるよね、これ。うん、それ結構あると思うわ。レベル上昇があるとね、結構ね、簡単に、6シンクロとか、7シンクロとか、やりやすくなってたんですけども、まあ、本当に超獣武者今、ディフェンスチャージくらいしか選択肢あんまないんじゃないかなっていうふうに思ってるけど、さあ、とりあえず7シンクロはできると、まだまだ強いですけどね、まあ、言うてね。まあ、でもどうなんだろう、リンガー切断とかがつらいかな、多分陰節とかがつらいですかね。まあ青眼が多いと陰節とかが増えてるんで、まあそれがちょっとっていう感じかな。超事務所は破壊はね結構耐えれるんですけど、忍びアッシーさんの効果でめっちゃ展開してるんじゃん。とりあえず釣り天井打つか、釣り天井打ってで全部破壊して、でこれで次のターン忍び足が戻ってくるのは別にいいかっていう感じかな。はいはいはい、 OK です。でドロー OK で、影物いるんで、まあ、この2800ってこのモンスターは普通に打点で超えるますから、ね、これが強いですよね、打点で超えれちゃうっていう。まあ、ホムラカム知らないっていうね、最強のモンスターは出せなくはなりましたけど、さすがに影物効果使って妖刀知らぬを蘇ってこさせて、で8シンクロして突破していく感じかな。66で66で3000でもまあ別にいいんだけど、まあこっちの方がいいでしょ。で墓地に妖刀送っといて、でだ、とりあえず落ち武者出して、で効果使って今度もう一回影物かなんかでいいのかなと。でですね、これでぶん殴って1700に何だっけ、グローブ使ってくれるんだったら嬉しいなって感じ。はいはい、 OK です。でまあドキュー部隊あるんで攻撃力がゼロのモンスターが残ることは多分ないんで、まあなんとかなるかな。分断の壁マジで刺さってないけど、このデッキに相手のデッキに基本刺さるデッキ多いですけどね。ああそっちか、 OK、 それはいいわ。仲裁だけ、はいはい、岩投資の、 OK、 岩投資、皆さんこれ岩落としじゃないですか、岩投資ですから、これ名前間違いないように、はいはい。ああ、じゃあそれ土球でいいか、これ土球したらもう何もできんしょ、はい、はい、でこれでトラがいい武器殺しとけばもう何もできない。無課金殺しの竜と呼んでくれ。無課金デッキは俺の手ですぐに吹き飛ばしてドロー。とりあえず影物、あーなんかリンクと重いぞ、リンクと重いぞ、すいません。ここね後付けです、映像バグってました、すいません。影物と妖刀ですからでも浸透して、妖刀帰還して戦神で刀神除外して、刀神の効果で相手の打点、500下げて戦神の5500パンチぶっ込んで、4000のダメージ、このパターンですね。リンクス
がね俺の PC にね悪影響を及ぼしてる。さあお相手の方城之内くんよろしくお願いします。デュエル3倍行くぜ。何速攻ターンエンド、なんだこれ。とりあえずデスサムライを召喚。デスサムライの効果発動。さあこれはなかなか反動が強いぞ。用途でいいな。ドキュブタイもねあるんで、まあそこそこ強いんじゃないでしょうか。まあ影物がね落とせる反動じゃないとちょっとね連中で落とせないと、まあ一応まあ2位が返ってこないんですけども、まあ罠が強いんでこのデッキは知らないのデッキってさ、聖眼と同じでさ何が強いって罠が強いよね。戦力補充何なんだこれやば。重装武者弁慶さん、このモンスターはやばい。挨拶やめろ。このカードは通常の攻撃に加えてこのカードに装備された装備カードの数だけ一度のバトルフェーズ中に攻撃ができる。やばいことが起きそうだ。やめてくれ、許してくれ、やめてくれ。うわちょっと待って、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 モンスターダイレクトアタック、強すぎない。